はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。じゃあ、まして、こんにちは、こんにちは、こんにちはでございます。本日ですね、2024年、7月の、17日水曜日でございますね。いやー、先日の、トランプさんのですね、銃撃、あれ、びっくりしましたね。本当に、もう、まあ、その話は別に全然動画出すとかって全然もないので、もう前の話なんでね。というところなんですけれども、やっぱまだ、ああいうのあるんだなっていうのがあって、まあ別に全然余談の話なんですけれども、今回本編全く関係ない。全く関係ないです。で、ああいう、その過激派の人なんでしょうな。だから、なんていうか、てかさ、結局さ、その、狙ったところで、自分が、こう、命を失うことなんか分かりきってるわけじゃないですか。まあ、それでもやるっていうことがあるんですよね。で、ちょっとね、最近、今まで結構ね、ここ3年間ぐらい、まあ、そこそこの、時期なんですけれども、人生の幸福とか、どうやって幸せに生きるかっていうのを結構考えながら生活していたんですね。で、そんな中最近、すごく、その自分のその死というものを意識するようにして生活をするというか、こうさ、小説とかドラマとか漫画とか歴史とか、あとさ、ニュースとかで、現代人って、すごくなんていうかな、こう死が、まあ、身近ではない感じなのかなって思ったんですよ。それで、例えばなんですけれども、死刑ってあるじゃないですか。で、あれって、それじゃ生ぬるいみたいな、意見もあるんですよね。生き地獄を味わわせてやろうみたいな、そういう、で、その犯罪って重いじゃないですか。まあ、要は死刑になるレベルっていうのはもう相当な凶悪犯なんですよね。本当に。で、じゃあそう死刑でも生ぬるいみたいなものすごい恨みがあるわけじゃないですか。そうすると被害者としてはさ。で、それをこう見てる、一般の人間としても、いやいやもう死刑じゃ生ぬるいみたいな。でも、無期でもね、いや、なんだそりゃっていうようなレベルのものなわけですね。で、その上でなんですけど、その、自死を選ぶ人とか、そういう、あとは、まあ、要は、人を殺害するような凶悪犯とかいるんですけども、なんというか、ですね、その、漫画とかでしょっちゅうこう出てくるわけですよね。キャラクターが亡くなったりとかっていうところとか。でも、なんかどこか遠いところって、そもそも死というものは何なのかなっていうことが遠いんですよね。なんか遠くなってたと。でも、その戦時中であるとか、戦後のこの、こう、日本がね、まだまだこう貧しい時期とか、あとは今でいうこの発展途上国とか、まあ、貧困、をこう経験してる層とかっていうのは死が少し近いものであったりとかするわけじゃないですか。で、そういった時にその覚悟を持ってるかとかっていうより死とは何かっていうことをその、まあ、生で体験する部分があると思うんですよ。で、そういう時にこう実際に本当に生の考えをこうって思い浮かべた時にものすごく恐ろしかったんですよ、私。まだ、正直なところまだ死にたくなかったです。何かって言ったら、何かまだまだやりたいことがあるとか、そういうレベルじゃなくて、ひどくね、苦しかったんですよね。想像しただけでも。だって、これね、説明すると、まあ、共感はしてもらえないと思うんです。それぞれ人それぞれだと思うんですけども、これマジで考えてほしいんですよ。その瞬間を。ここで、人生が終わるっていう時っていうのが、なんていうか、痛みとか、そういう深、その部分の不快感とかそういうんではなくて、死んでもいいやとか、そういう話ではなくて、そうではなくて、これは、なんていうかな、言葉では伝えにくいですよね。本気の想像をしていたときに、死を恐れたんですよね。
でね、やっぱまだまだ嫌だなーっていうふうに思えたので、ちょっと頑張っていきます。で、ただ、死は嫌なんですよ。でも生きるのも辛いじゃんみたいな。どうしたらいいんだってなるじゃないですか。なる人もいるじゃないですか。どうしたらいいんだろうなーと思うんで、そういう方はですね、ぜひですね、いろんなところとか、まあ私も含めてですね、まあ、ちょっとこう、言って相談にしろ何にしろ、ちょっと言っていただければなと思います。私は力になれるかどうか全然わからないんですけども、文字にするというね、ことでも全然違いますし、でも、やっぱり、こう、なんかね、いろいろ、ちょっとで考えたんですよ。なんでだろうね。なんか考えたんだよね。なんかね。どうでしょうか、皆様。死と隣り合わせで、こう。だから、なんかそれを考えたら、ちょっとね、なんか、いや、俺はもうまだまだ行きたいなっていうふうに思って、まあ、いろいろね、感情がね、ぐちゃぐちゃになる時とかもあるんですけども、まあ、そんなこんなで、今回の話くだらないですよ。まあ、くだらないというかっていうところなんですけども、激辛ポテトチップスで病院搬送っていう話なんですよ。まあ、これ、くだらないっちゃくだらないんですけど、食べる手榴弾と呼ばれる激辛ポテチを食べてって言って、高校生14人が救急搬送されたっていうあの話なんです。これね、製造スタッフも直撃、まあ、要は、ニュースに対して、キャスターっていうか、まあ、記者が、製造の会社に直撃したんですね。そしたら、私もパウダーを全部入れることはありませんっていうような。で、これ事件の概要なんですけれども、7月の、16日の午後1時ですね。まだ昨日ですよ。に、都立高校の 何やってんだこれ。一年生。都立高校の一年生です。だから15、6歳ですよ。これは14名だよ。14名が胃の痛みや吐き気などを訴え、救急搬送される事態が起きたと。で、生徒らは食べる手榴弾と呼ばれ、恐れられている、バングラデシュ産唐辛子のブートジョロキア入りの18禁カレーチップスを回し食べしてたんです。で、この激辛ポテチはアルコールのように法で摂取制限はされていないけども、むやみに食べることへの危険性を専門家に聞いたんですけど、まずね、まずなんですけど、18歳未満、18歳未満は禁止というふうに一応、まあ、摂取、だからこう書いてあると。で、まあ、高校でさ、学校ってさ、こうやって回し食べすんだよね、こう面白がって。こう、だからそこがまずダメなんだよ。で、食べた33人中14人が搬送。で、第一報が16日午後2時頃のことだと。だから昼休みに食べたんだよ、これ。生徒14名が集団救急搬送ということで、気温や湿度の高さによる食中毒かと思われたが、実際は、まあそう思うよね。だって、まあ今、梅雨時じゃないですか。で、その時に救急搬送で14人も搬送されたら、まあ、そういう食中毒か、みたいなね。でも、これ、給食とかではないんでね。そしたら 男子生徒が持ち込んだ激辛ポテチの18禁カレーチップスを食べたことによる体調不良と。で、18禁カレーチップスを、小、まあ、これ、ごめんなさい、小じゃない。高1の男子生徒が持ち込んで、同級生33人ほどで、お昼休み中に回し食べをしていたと。だから、まあ、一クラスで、あ、どう、あ、どうぞ、お前食ってみろ、食ってみろ、食ってみろ、私も食べる、みたいなね。言って食べたら そしたら、持ち込んだ生徒は無理やり食べさせたのではなくて、辛いもの好きがいたら食べてもらおうと思ったとして、しかもこの人は、以前食べたことがあり、辛かったが、体調は崩さなかったと話していると。で、食べた生徒のうちの15人がだよ。15人が、腹痛や吐き気、口のしびれを訴えて、14人が搬送されたつだ。やばいっすよね。で、16日夕方頃には、その18禁カレーチップスを製造販売する会社に電話をすると、まあ、電話がまあ、ガンガン鳴り響いてるじゃないですか。そのスタッフが、代表がコメントを出しましたのでと言って、公式コメントを寄せたと。で、これは何かというと、関係各位に対して多大なるご迷惑をおかけいたし、申し訳ございませんと。
で、搬送された方、並びに体調不良を訴えられた方の一日でも早い回復をお祈り申し上げます。だけど、もうね、これね、どうすか、これ。もう、だから、まずさ、18禁って言ってんだから、18歳未満は食べちゃダメなんだよって。ええ。でも販売してるんだから、そういうケースあるじゃんって言ってるかもしれないけど、だってお酒とかだって販売してるじゃないですか。ていうかね、あれですかね、これどこで買ったのかな？コンビニなんですかね？スーパーなんですかね？18禁カレーチップスってさ、なんかさ、だからさ、そのジョーク商品みたいじゃない？そうすると、まあ、お酒とか、タバコって年齢確認ってするんですよね、お店では。で、販売できないじゃないですか。これ法律で禁止されてるから。でもこれ、18禁カレーチップスって、別に法律で禁止されてるわけじゃないから、店舗で年齢確認しないじゃん。から買うよね。それは買うよ。おう。本当に。で、まあ、じゃあこれどういうものかっていうと、まあ2013年に発売されて、ポテトチップスと18禁カレーパウダーと袋を留めるクリップがついてて、パウダーを入れなければごく普通のチキン風味のポテトチップスと。で、これにお好みで調整しながらパウダーを入れてクリップを留めて、こうシャカシャカと振って辛味をまんべんなくまぶして食べるという。でも私自身はパウダーを少し入れて食べましたが、全部入れて食べることはありません。怖いのでっていう。で、パウダーを全て入れたかどうかはわからないんだけれども、まあ、食べちゃったんでしょうね。うん。で、まあ、ハバネロの2倍以上の辛さらしいんですけど、まあ、ブートジャロッキアってこれ有名なんですよね、激辛っていうと。うん。で、まあ、1袋、まあ、1個1100円と決して安くはないんですけど、あっという間に売り切れたということなんですが、まあ、これに関して、じゃあなんで18禁かっていうと、別にね、その、体が18歳になったから元気になったとか、辛さに耐えられるとか、そういう話じゃないんですよ。もう実際別にさ、18歳未満とか、もう15歳とかでも辛味に耐えられる、全然ある。うん、じゃあ何かって言ったら、これで、ちょっとね、ネットとかで勘違いしてる人もいると思うんですけれども、じゃあなんで18歳だったら食べられる根拠は何だとかって言ってるやついるんだけど、違う、そういうことじゃないんですよ。18歳って成人じゃないですか。法律上、今民法上は。で、前はともかくなんですけど、18歳ってのは、ある程度、大人だっていう役割じゃん。まあ、少年法とかっていうのは、まあ、置いといてなんですけど、でもその上でも、例えば恋愛とかでもさ、18歳以上とかさ、ちょっと、下世話の話で言うと、性風俗とか、そういうのったら18歳以上かとかさ、ね。だそういうところで、その、いわゆる18歳っていうのは、世間一般的には、自理弁識能力があって、で、その自分の物事の判断とかで責任がある程度取れる能力があるというものなんですよ。常識的に。で、さらに、この民法改正によって、18歳っていうのは成人なんですよ。成人だったらさ、自分が選択したものっていうのは、責任を取れるでしょってことなんですよ。その上で18禁のものを、その18歳以上が食べた時に、いやいや、これ、ダメだろうって言って、でも、いやいや、あんた自分で、その、粉をさ、かけて食ってたから、あんたの責任じゃって言えることなんです。じゃあ、18歳未満が食べた場合どうなるかっていうことなんだけど、これどうなんだろうね、今回のは。これどうなんですかね、保護者の問題とか出てくんのかなとか思ってさ、まあ、結果的にさ、病院に運ばれるってことは健康被害なわけじゃないですか。でも、とはいえ、18歳禁止って書いてあかんなーって言うけどさ、でもさ、それ年齢確認してしないとかってさ、どこの問題なのか、だからこれバカみたいな話なんだよ、これ。だから結論から食うなよ、そんな辛いものを。あのね、私のね、これで元カノとかもそうなんですけど、めちゃくちゃ辛党がいて、カレーでさ、20倍カレーとか知ってます？ばっかみたいに辛いの。それね、はぁはぁ言って食べたりするんですよ。あれなんなんすか？映画チャンネル、私映画サラさん好きなんで、映画チャンネルとかでもう見るんですけれども、もう食べ物じゃなくない？あれ、兵器だよ、兵器。あんなさ、なんかもう吸っただけでさ、ゲホゲホ言うような、
もう赤いとかじゃないんだもん。しびれる辛さに痛み、もう痛みじゃん。それを食べて、で、その、ね、口にさ、食べてさ、ね、粘膜が刺激されて言いたいじゃん。で、お腹なんか、だから、ねえ、やけどするようなものを体に入れてて、一体何がしたいの？そういう辛党の人たちって。で、もうそういう人たちってさ、辛さは刺激とか言って平気なんだよね、俺ね。うまいっつんだよ。で、確かに、その、七味唐辛子かけたりとか、なんつうの、タバスコとか私も好きですよ。パスタにかけたりとかさ、ピザにつけたりとかさ、あるじゃないですか。で、まあ、うどんとかそばにも、ね、七味唐辛子やったりとか、ラーメンでは、なんだ、胡椒とかさ、で、塩胡椒したりとか、まあ、いろいろあるじゃないですか、その、山椒とかスパイスって。でも、こういった辛さの常識を超えたレベルのものとは、ほら、もう、これ、そろそろこの世界、どうですかね。まあ、商業的でいいかもしれないけど、これは、どうでしょうか。ええー。もう病院とかっていうのはね、ちょっとシャレになんないっすよ。うん。お医者さんも困っちゃうよね。看護師さんとかも困っちゃうよね。だって、病院搬送されてどうしたのって言ったらさ、ね、辛いもん食ったつってさ、はぁ、あ、えー、つって。うん。で、これが、例えばこのね、高校生たちがさ、まあ、善良な人たちってあることを祈りますけど、もしモンスターペアレントとかで、なんか学校で許してるのがどうかとかさ、ね、うちの子がこうなってだとか見てなかったんですかとかさ、そこからさらに派生してさ、あなたが食べさせたからじゃないですかとかなってさ、そもそも販売元がこんなものを商品作るからがどうとかなったらめんどくせえ。めんどくせえ。ね。うん。っていうところでね、うん。まあ、辛いものはほどほどにいいですな。というね、本当にこう今回はね、ちょっとくだらない話なんですけど、まあでもね、なんかちょっと勘違いしちゃいけないことが一つだけあって、食べ物ってあるじゃないですか。で、最後にちょっとためになる話なんですけど、私の知り合いの人で、ごめんなさい、知り合いというちょっと語弊がある、知り合いじゃないです、ごめんなさい、私の恩師です。恩師の知り合いがいるんです。その人が書いた本で、台所漢方っていうのがあるんですよ。薬剤師さんが書いたんですけど。で、まあ、かなり昔なんですけど、例えば大根おろしとかって消化酵素があったりとかして、胃に行くとかあるじゃないですか。で、そもそも食べ物っていうのは、化学反応が起きていることが、まあ、化学反応起きるわけですよ。栄養っていうのがあってね。栄養だけじゃなくて。で、その人間とか生物のその生態の生きっていうの生命のこの維持っていうのは化学反応の連続なんですよ。うん。ってことはその食べてるものに影響されるってことはこれ皆さんご存知じゃないですか。うん。で、だから何を食べるかっていうことも重要なんですけど、問題は何を食べないかも重要なんですよね。で、こういう風な毒物を入れるっていうのは、まあ、相当な身体への危険性っていうのはもちろんこれもあるわけですよ。だからその安易に、自分の体にとって悪性を働くものっていうのは入れるべきじゃないです。だから面白半分で体に入れたらこういうことになるんですよ。うん。たかがポテトチップスと思ったじゃないですか。その人言うじゃないですか。でも身体をこう貶めるほどの毒性があるものなんですよ。これって毒性があるじゃん。こうなってきちゃったら。このそら、あ、違う、このポテトチップスの毒性があるっていう風にこう認定するんではなくて、過剰な、要はその自然界にあるもので、食べ物においても過剰な摂取によって毒性を増すってことです。ていうか、毒性を発生させて、さらにそれを増すことがあるってことです。だから食べ物にはね、マジ気をつけましょうなんですよ。口に赤ちゃんじゃないんだから、むやみやたらに食べ物を口に入れるっちゃダメ。あ、それが引っかかっただけです。はい。そして、やっちまったもんはね、自己責任ですよね。うん。ただ、こういうジョーク商品は、私は好きであります。ただ、辛党にはなれない、私でございました。辛いものを食べるんだったら、ヨーグルトとか、
乳製品ですね。牛乳を飲むとかして、一旦胃液を保護してから食べましょう。でも、ね、牛乳とかを飲んでも、腸壁を保護することはできないので、食べた後、トイレでのた打ち回るのはあなたでございますからね。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。辛いものはちょっと好きだけど、激辛は無理でした。うん。